半幕の本家の半魔王先生です。ですね、私はパソコンの発明者では世界一なんですけども、YouTube、 アメリカの YouTuber の会社というのは、私のインターネットの環境、パソコンの発明によってできたわけですから、実際は YouTube の創業者では一番なんですね、本当はね。実際ね、アマゾンさんでもビル・ゲイツでも彼らよりか私の方が仕事をしておりまして、実際は私が作った会社ですね。彼らよりか私の方が多いですね、創業者としてはね。ただ人間というのは原始的でね、泥棒が好きなんで、やってるわけですね。彼ら悪いことをやってるわけですね。で今回はね、 YouTuber のアクセス不正ですね、横領ですね、もう何億も稼い、何千万も稼いだり、月、簡単な人でも何百万簡単に稼いだりしてる。これはね、汚職なんですね、全部ね、汚職なんですね。で、いけないことなんだけども、ただね、表明してるんで、汚職だよって言ってアクセスね、上げて、お金は上げてるわけですよね。で、くだらないものだろうと、ね、アクセスを多くしたり、ほとんど人間って話したり聞いたりすることができない、低知能なんで、どんなに人間で頭のいい人、ノーベル賞とか博士取ってる人でもね、私と比べると、1000分の1も知能が低いんですよ。学力が低いんですね。で、そういうのがやってるわけですから、ただ、社会のがもっと大きいんですね。隠れててやってて、何やってるか分かんないんだけど、もうめちゃめちゃね、会社っていうのは汚職が多いです。会社とか役所の職ですね、仕事場っていうですね、人間関係の、仕事場ではね、多いです。だから、よくないことですけど、汚職ばっかしやってるわけですけど、YouTuber でアクセスね。くだらなくて全然笑いにもならないけど、わざと笑いにしてね、見せたりとかしましてね。バックはあるわけですね。応援してるんで、面白くないのでも笑うわけですよ。ね、そういうことして汚職してるんですけど、もうめちゃめちゃひどいですけども、ただ会社の方がひどいんですね。で、表明してるんで、それはいい。GBTJPY、あ、何、誰。ちょっと待ってください。